皆さんこんにちは。エムズダンスアカデミーの石本美奈子です。お元気ですか？今日は美奈子の部屋第5回目です。今日皆さんとお話ししたいのは、カップル間で自分の意見を相手に伝えるとき、もしくは相手の意見を聞き入れるときに気をつけてほしいこと3つをお話ししていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずはその1です。相手から自分に対して何かやってほしい、こうしてほしい、こういうふうにしてほしいと言われた時に、その意見に対してすぐに反論したくなる気持ちになることもよくあります。気持ちはすごくわかります。ただ一度相手の意見をその時に入れてあげてください。ああそうだよねって一度受け入れてあげて、それに対して私はどう思うか、そうだよね、あそういう考え方もあるね、私はこう思うんだけどどうかなっていうふうに返してあげると、喧嘩というよりもどちらかというと2人の意見のすり合わせになっていきます。そうすると話し合いがとても内容が濃く、2人のダンスがよりいいものになっていく話し合いができると思います。その2です。今度は自分が相手に意見を伝えたいときにどのように相手に伝えていくかという話です。私が言っていることはですね、私こういうふうに思うんだけどあなたはどう思う？今こういうふうになったんだけどどうしたらいいと思う？私はこうしたいんだけどどうかなっていうふうに、自分の意見を押し付けるのではなくて、まず自分の意見を言って、それに対してあなたはじゃあどう思うっていうふうに、自分の意見を相手に伝えた上で相手の意見を聞いてみるっていうふうにすると、いい方向に向かいやすいです。のでこうしてよとか、私こうしたいのっていうふうにそこで切ってしまうのではなくて、こうしたいんだけどどう思いますかっていうふうに相手に対して意見を求めてみるというのが私のやり方です。3つ目です。相手に言われて、もしくはお互い言い合いになった時に、やはり感情的になってしまうこともあると思います。それは悪いことではありません。お互いがどうしたいのか話し合ういい機会になるはずです。それは悪いことではないんですけれども、大切にしてほしいのは相手に対して気を使って言葉を選ぶことが大切です。踊りにくいとか重いとか、言葉は丁寧に使ってあげてください。ここちょっと手が強く感じる、動きづらいんだけれども動き方変えてみようかっていうふうに、2人でどうしていこうか、あなたが変えなさいというよりも2人で向かっていくっていうイメージで話をしてみると、相手にスッとこう言葉が伝わるんじゃないかなと思います。皆様いかがでしたでしょうか。社交ダンスはやはり2人で踊るものなので、お互いの意見を言い合うというのは当たり前のことです。喧嘩になってもそれはいいと思います。それが2人のダンスを向上させるためのものであれば、言い合いというのは悪いことではありません。
ただそれが感情的になって相手を傷つける方向にいかないように気をつけてほしいんですね。なので相手に自分の意見を伝えるときに、できれば言葉を選んであげる。そして2人でこうしていきたい、私はこうしていきたいんだけどあなたはどう思う、というふうに一方的に相手に押し付けるような言い方はしないように気をつけていただきたいと思います。そうすると2人の関係性はもちろん良くなっていくし、ダンスもより素晴らしいものになっていくと思います。ぜひやってみてくださいね。それでは美奈子の部屋、ご視聴いただきましてありがとうございました。エムズダンスアカデミー石本美奈子でした。チャンネル登録よろしくお願いします。